どうも熊岡です。今回も最新作のホラーゲームですよ。ホラーゲームをやっていきたいと思います。今回は俺を怒らせるな、日本のフリームっていうね、フリーゲームのサイトで、撮りました。ダウンロードしました。俺を怒らせるな、これ最近だな。2021年9月20日か19日ぐらいにダウンロード開始されたホヤホヤのゲームです。ホラーゲームです。何回も言いますがホラーゲームです。早速やっていきましょう。怒らせるなっていうタイトルですが、怒らせる、貴様舐めているのか。これホラーゲームですからね。舐めたら汚いじゃないですか。今うざいと思ったよね。あなた誰ですか。はーんって言われてる。昔はなもっと残業したんやで。これ上司ですね。上司との会話だと思うんですけど、そうなんですね。すごいですね。それってあなたの感想ですね。自慢おつ三枚に下ろしてやんよ。下ろされちゃう。貴様いくつだ。五千兆歳三枚に下ろしてやんよ。いろいろあるんだな。お前顔面すごいな。お俺のこと言ってんのか。黙れや変態。やばい、完全に勝ちきれましたね。お前はここから絶対に逃がさないからね。このゲームはマッチョ上司から回避し会社から脱出するゲームです。結構な速さで追いかけてくるので注意しましょうと。会社から脱出するにはカードキーが必要です。マッチョ上司に何度か追いかけられると落とします。カードキーを手にしたら出口に向かって脱出しましょう。なるほどね、結構な速さだな。これもスピード感大事だね。で、ライトはないな。で、落とす、あ、携帯か。落としたら、お、行くしょ。来たね。結構早いね。そしてこの音。出口はどこなのかっていうとこだな。やばい。来てるね。カード落とすのかな。あ、やばい。大丈夫か。カード落としたのかな。すんげえロック調のさ、ててれてれっていい歌だったな。ちょっと、ああこれぐらいがいいかな。こういう開けれんのかな。もう一回追っかけられたいな。ててれてれって。あ、来てる。こういうさ、アイテムがあると回避しやすいよね。どこだ？ベッドだな。ああ、こういう。来てる。あ、そっちか。来た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 。なかなか早いぞ。ただ、カード落としてねえんだよな。あ、やばい。ててれててれて。カード、あ、落としてくれた。あれ？あ、とっとっとた。一回回避しよう。ゴーヘレンっつってんの？なんつってんの？西川きよしか。こっちじゃねえ。で、出口はどこかだね。カード落としてくれたので、で、こっちは違うと。あ、これか。あ、あれ上司いるじゃん。Hey, boy. めちゃくちゃ面白いじゃん。これは完全なるホラーゲームですね。はい、砂肝に感動した俺が作らせていただきました。いいですね、センスがいいね。 YouTube もやってるみたいなんでぜひ見てみてください。サッカーボールのアイコンなのかな。了解です。ぜひ見てみてください。俺を怒らせるな、これはホラーゲームです。ちょっともう一回さ、捕まってみるか。ちょっと丁寧な対応したらどうなんだろう。いい声でのありがとう、ありがとう。他にもいろいろあるんだね。ハート？ピンポーン。ピンポーンか。
なるほどね。じゃあ今回は当たってみましょう。どういう風な感じなのか。結構あれだね、マッチョだね。どうしようかな、ちょっとマップも、あ、死んだ。あー、これだけか。なるほどね。さあもう一回クリアしとくか。いいね、マッチョすぎる。長い時間あれかな、巻かないといけないのかな、どうなんだろう。カード落としてないよな。まだ早いか。一回じゃさすがに落ちないのかな。カウントしていこう。何回で落ちるのか。来てる？あれ？いいね。来てるよ。ぶっちぎるとあれなんだよな。3回目？あ、どっか行っちゃった。おい、どっか行っちゃうんだよな。あれ？四角から見えんくなるとあれかな。来た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 。おいいよ。どっか行っちゃうな。おー、近い近い近い。あ、鍵落としたな。いいぞ。あ、取れん。ぶちぎったぞ。OK。あ、そっち行っちゃった。ほっ、 OK。 上司を怒らせると大変だよと。 Hey boy、 Hey boy って蹴られちゃうのでね。しかも両足で。はい、ということで上司を怒らせるな、とても楽しいホラーゲームでした。またね、違うホラーゲームもまた開発していくのかな、どうなんでしょうか。楽しみですね。センスが良さそうなので、とても楽しみです。ということで、もしよかったら高評価、チャンネル登録よろしくどうぞ。あとはね、動画に対してのコメントもお待ちしております。お気軽に送ってください。ということで、今回は俺を怒らせるな、楽しいホラーゲームでした。ありがとうございました。